はい、どうも、メスです。今日なんですけれども、ウィーレイン帯同第2弾ということで、初試合ですね。まあ、やっていこうかと思うんですけれども、一応ね、チームスピリットを一生懸命上げました。はい。でですね、ちょっとルール、まあ、おさらいでね、ちょっと一覧載せます、今。はい、画面上に今載ってると思うんですけれども、まあ、ちょっとね、想定外のことが起きまして、これですよ、スペシャルエージェント、ヤングスターズとね、ファンズチョイスヨーロッパ、はい、来てますが、このガチャの件に関してルール設定をしてなかったんですよね。どうしようかな。一応、当初のね、ルールだと、まあ、FP はね、まあ、その辺の制限つけずにっていう感じで、まあ、してはいたんですけど、これさ、無制限に多分だよ。これ、引いて、無制限にね、まあ、レベルとかの縛りもつけてないので、ガンガン、全員ね、これレベルマックスにして、スカットに入れたら、なんかレジェンドを省いた、ね、レジェンド3人という制限がなんか、あんまり意味あんのかなとか思い出して、ちょっとね、まあ、塗る要素は作らせてもらいつつね、逃げって言われるかもしれないですけど、ちょっとウィーレアプリね、ど下手なんで、この無制限で弾ける FP に関しては、一応3回までにしますか。で、レベル上げは自由って感じで、やりますか。はい、なので、ホーランド。狙います。で、こっちは引かなくていいかな。一応引いておく。一応3回引いておきますか。多分入れないかな。インモービレが若干入るかなぐらいかな。ということで、3回ずつね、引いてすぐ試合行きたいと思います。今日はデビューできないかな。ちょっと敵を上げられないんで。はい。ということで、3回引きます。1回目。ホーランドよ。ホーランド以外もう何も見えない。うわー、イングランドちげー。誰？ライスか。いやー、強いけどね。入るかな、スカッと。まあまあまあ、とりあえず OK。さあ、2回目。頼む。ホーランド、マジで。マジでだ、重要だぞ。お！ホーランドって無所属。ホーランドかな？ホーランドじゃないこれ。うん、ホーランド左利きだ。サンチョ？サンチョ悪くないんじゃない？うわー、3回制限つけなきゃよかったかも。うわ、5回にしとけばよかった。マジか。うわ、ホーランド来て。マジでこれ結構重要だよ。ホーランド引くかどうか。うーわ。うわー、制限つけなければよかった。はい、ということでこっちも引いていきましょう。マジか。うわー、ナイルはもうスキップでいっか。ニャンゾマね、オッケー。俺そんなね、制限をバンバンつけてね、やれるほど、おごれるほどの実力ねえから、普通にシンプルにホーランドゲットできるまでってやっときゃよかった。マジでやったわ。オッケー、ということで、まあ試合行きますか。はい、ということで、一応ね、ガチャ引いた選手、レベル1でも全然いけそうだったので、入れました。はい、ポグバ、ヤンゾマ、アラバ、ライス。そんな感じかな。入れました。チームスピリット98。まあまあまあ、全然大丈夫でしょう。ということでね、初戦行きます。さあ、ということで、やっていきましょう。レート1335ですね。でね、皆さんにこれだけは伝えておきたい。ギリギリは楽しみません。はい。KAT-TUN じゃないんで、ギリギリはマジでいかないです。なんだろう、達成できそうだったら、もう全然1週間、2週間で達成します。はい。なんか開幕間に合うかどうかギリギリどうしようみたいな、まあ、そういう展開に別に持ち込むつもりは一切ないので、はい。ということで、いこう！勝つよ！実質、どれくらいの猶予があるんだろうね。俺自身もよくわかんないけど。まあ、短くて3ヶ月、4ヶ月で、長くて5ヶ月ぐらいかな。よーし！放置？びっくりした。オッケー。初戦放置は、マジかってなるけどね。よーし、ナイス。いやー、出せない。待って、まずい。取って、いいよ。ナイス。一回落ち着いて出そう。よし。出す。いいよ。落ち着け。はい。オッケー、終わってる。あー、オッケー、オッケー、いけた。おおおお、あるよ、あるよ、あるよ、デパイ、デパイ、ちゃんと、だ、だ、ちょ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 、おー、どうなってん、どうなってん。もう迷子になってるか、それが。危ない、危ない、危ない。緊張する、これさ、だって、ほんと、あっという間に1100いく可能性あるよ。全然。今までのね、この積み上げたレートって、アイコニックありきでしたから。おお、取れる？デパイ、ナイス。いいよ、いいよ、いける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 。よし、オッケー、落ち着いて、ここ出す。はい。守備、最悪引き分け。最悪引き分け。よーし！危ない。怖いよ、マジで。出せる。フリット！来ただろ！よーし！いや、デニスローに出すべきだったか、今。慌てたー。この辺どう？あ、いいんじゃない？頼むぞ、いけいけ、いや、惜しい。なんで入んねんで、出ろ。うわー、キープできるか。よし。いったでしょ、これ。いけ。うわ、弱えよ、マジでもう。くっそー。入れろ、頼む。よし。かかってるぞ。マジで、ワンチャンもやし生活になるからな、これで。eFootball2022 開幕間に合わなければワンチャンもやし生活全然あるよ。いけ、デパイ！うちの子供たちの教育費、ローン、すべてがかかってる。おっと、大丈夫か？オッケー、危ね。オッケー、とりあえず先生。よし！第1弾のね、動画でも話をしたんですけど、まあ、おそらくね、本当に、eFootball2022 を捨てたいだけで草とかどうせ来てると思うんですよ。まあこれ予言者、絶対1個は来る。ただね、本当に、こうやって俺が必死になればなるほど、こいつ、本気で、言うと、やべえ！あぶねえ！どうでもいい。ちょい、待て、マジでやめて。あぶねえ！あー、ナイス、アスピリ。はい、ナイス。はい、ここ出す。出せる。そう。おもちゃ3ばりの、おっとっとっと、なんでもないです。そう、やっぱね、ためよね。ためがうまい。うまい人は。アホみたいに前に行きすぎない。それが大事。オッケー、守備大事だよ。オッケー。誰か取り行けよ。お、行っただろ、デパイ。行け、来た。よし、来た。いただいた。はい、うんち。ドーン！うーわ！もう嫌な予感しかしねえよ、この試合。マジで。嫌な予感しかしねえ。ほんとに。大丈夫か？鳥かごするか？ちょ、待って。あー、怖い。出しどこ。はい、デニスローには行かないと。で、しっかりくるりんちょして、デニスロー！来たか？はい、来た。ありがとうございます。行った。何したんだよ！いや、でもマジで怖えわ、この企画、本当に。沼ったらちょっと本当に震えるわ。喋れんかもしれん。まだね、1300っていう位置にいるから、落ち着いてられるけど、これガンガン負け出して、ねえ、1100とかまで落ちたらさ、いや、なぜ俺はマイナスの意識をしてる？スムーズに1500に行けばいいだけ。なんかちょっと下がったらみたいな。弱気なんよ。いらない、弱気な発言。よし。自分を信じよう。いけるよ。よし！出せる。はい、オフサイドだな。オフサイド。待って、でも勝ったじゃん！気づいたら。よーし勝った。これはもう終わったでしょ。やったー！いや、もうこれ、一試合一試合、とんでもないプレッシャー。俺こんな緊張感持って、ウィーラーアプリに向かい合ったことねえわ。今まで。やべえ。うわー、よーし！勝てたー！いや、想像以上、自分が思ってた以上になんかこう緊張感持ってるわ、この企画に。うんまあ、とりあえずね、今日はちょっとガチャも引いたので、1試合でね、フィニッシュですけど、またね、まあ、1試合ごとだとね、ちょっとあれなので、あ、ちなみにね、動画化以外でも、普通に試合します。はい。とりあえず、デビュー戦、初戦ね。はい、インタイド初戦、勝利ということで。いやー、ナイス！ベート1500まで、残り157。